が痛くて立ち上がれないそうです。立ち上がってない、しょうがない。いや、瞬間的にいけないんですよ、バッと冬だからしょうがない。あ、抜けた、右手出てきた。やばいぞ、ずっとカモロさん立ち上がるたびにいてててててってずっと言ってる。大体少ないから高ささえ合えば。まあ見えます。今のはボールだな。ラスト3つで。もうちょい曲がってくれば入るんですよね。もうちょい狙いがこの辺だったらいいんですよね、最初が。こう入ってくれば。理想を求めないでください。今のも今のは真ん中入ってきたと思うんですよね。ラストドライブ。まだ大丈夫ですよ。
島さん当たってんな。渡さん方ちょうど行ったところに打ってあげたよと。おー、ナイワーティーよく今打ちましたね。見えるわ、本当に見えるわ、せんけ山田さん、大丈夫だぜもう、まあ、当たる前から声が上がってたいや、子供でも生まれたんすか、その痛み。今でも当たり方がやばかった。衝撃がもうめっちゃ急に食い込んだ。やったねいや、あと2でグローブ短いよ、考慮してこおいおいおい、何のためにそのグローブ使ってんだよトンネル力アップ。お前はティー、山田さんは気づいてなかった。見えないのか。
ストキット来た、ベストキット。懐かしい。床拭きをすると空手が上手くなる。分かんないっすよ。投げます。ナイスボー！いや、スライダー。ナイスボー！なんでそんな体開いたのかよくわからないですよ。ナイスボー。あー、パチッ。不動の、不動のエース。不動のエースでもいいもう動かないよってもうバッテリーも動かない。やられてる。
膝を置いて。高架下になったみたいですよ。高架下。